皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林一馬と申します。本日はですね、ビットコインの値動きのチャートについてですね、一緒に分析していきたいと思います。なんとですね、先日から見ておりましたアセンディングトライアングルを上抜けまして、700万に達しとしているところでありますので、今後今からボラティリティがですね、激しくなっていく可能性が非常に高くなってきました。本日ですね、これについてですね、お話してみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方は、ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、そうですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。はい。待ちに待っていたですね、ブレイクアウトがですね、起きました。本日ですね、4月14日なんですけども、昨日の4月13日にですね、私がずっと注目をしておりました。まあ私だけではなくてね、多くの投資家がね、注目してたと思うんですけども、このアセンディングトライアングルをですね、予想通りにビットコインが上抜けた形になります。このようになってきました。ここをね、今明確に、今、上抜けたわけですね。これしかもしっかりとした日足の陽線になっておりますので、これはね、騙しではなく、騙しっていうのはね、一瞬だけ上がってね、上髭がついて落ちていく、こういうのをね、騙しというんですけども、これ騙しではなくてですね、しっかりと昨日のね、陽線がしっかりと上で確定しているわけですから、非常に強いんじゃないのかなというふうに思っております。これがね、今の現時点でも約63,000ドル、まあ日本円直して700万円ぐらいをね、試そうとしている感じになります。じゃあこれね、具体的にどこまでいくのかと考えた時にですね、これが、アセンディングトライアングル、こういう感じになるとしたらですね、だいたいこれぐらいからですね、こういう感じから、このブレイクアウトとか取っていくと、そうするとですね、約78,000ドル、約800万円ぐらいが次のターゲットになるというふうに考えております。なので今回抜けたことによってですね、大きくビットコインがさらに上に行く可能性が出てきたというところになります。はい、ビットコインの今このチャートなんですけども、週足でね、見てみると、ね、今ね、ちょっと僕が一つ見ているところがですね、これ前回のこの最高高値のここの時にですね、 RSI もかなり高い買われすぎとかも来てるんですけども、現在ここに価格があるところ、まだ RSI ってね、70ぐらいですね。なんでまだまだここの時よりも高いで、前回のこの最高高い時ももうこんだけ RSI が高くなっている、もう買われすぎの水準ですよね。でここの時もはこんな感じで、ここの時もですね、ここの時はちょっとまあこういう感じだったんですけど、ただこれよりも低い水準にあるわけですよ。なのでまだまだね、価格の上に伸びる伸びしろがあるというふうに私は考えています。これ一つの見方だと思っておいてください。で、先ほど言いましたように、これ前回も言いましたけど、今ちょうどね、日足で行きますと、MACD の方がですね、ゴールデンクリスしております。これもね、食いってしかもね、結構上の方に直角にね、こう向いてるので、結構強いのと、ここでもね、ヒストリウムが、なっていますと。これしばらくね、上に続く可能性が出てきているという判断ができると思うんですね。なんで非常にね、これ今私の中ではかなり熱いなと思っております。はい、なのでですね、今こんだけね、これ大陽線ですね、しっかりとした陽線になっていますので、こっからね、こう上に行くっていうのはね、かなりあり得ると思います。で今これも最高高値に来てますから、ここでね、一回落ちて横横して回ってもいいんですよ。こうやってね、一回下がったりとかしても、これ横横して、そっから上行くっていうのはね、よくあることなので、次のターゲットですね、800万ぐらいまでになっていくんじゃないのかなというふうにですね、考えています。はい、今非常に上昇トレンドですので、トレンドが出ている時っていうのはですね、基本上なので予測はしやすいというところはあるんですけども、その中でもですね、いろんな形状を作ったりとか、調整とか、利確売りとかね、ありながら動いてきますのでね、その辺をね、しっかりと分析しながら、またやっていきたいなというふうに思っております。はい、本日はですね、アセンディングトライアングルをですね、上抜けましたので、さらに、ターゲットが上に今後目指していくというところについてですね、私の見解の方を述べさせていただきました。はい、それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったというふうに思っていただければ、ぜひ、いいねの方よろしくお願いします。また、チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。また、ツイッターの方もですね、ぜひこちらの方からフォローしてあげると幸いです。また、日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.